あなたは異常ですかそれとも正常ですかもし正常というならその根拠は何ですか今日は異常と正常の境界線について解説します。はい、どうもこんにちは。ライフコーチのミスター・オカチです。本音で生きるための行動習慣やライフスキルを紹介しています。先日配信した動画でこのようなコメントがありました。 頭おかしいやろ、この気違い。お前の動画を見てるとムカつくから、今すぐ YouTube をやめろ。お前はどう見ても狂ってる。お前は異常者やから、病院に行った方がええぞ。その時に大きな違和感があったんです。それが、異常って何ってこと。何が正常で何が異常 そして人間は正常と異常をどのように、どのように区別しているんだろう。ということで今日は正常と異常の境界線についてお話ししたいと思います。もうペチャクチャお話しします。この動画を最後まで見ていただくことで自分のことを知らず知らずの間に縛っていたそんな鎖から 解き放たれて、もっと自由に、そしてもっと自分らしく生きられるようになると思いますので、最後までご覧ください、えー。この番組では、あなたがあなたらしく生きるための考え方、行動習慣、そして生き方を全力で紹介しています。もし興味がある方は、チャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいです。あと SN、SNS でも毎日配信してますので、概要欄から繋がってください。突然ですけど、あなたに質問です。 僕は異常者ですかまあ普段生活している中でお前は異常者やっていうふうに言ったり言われることってまああんまないと思うんです。でもそれに近い表現で言ってしまったり言われることってあると思うんですよ。例えばお前は常識外れやな。痛いやつやな。変わってるな。あの人は普通じゃないなーって。でね。普通って なんだね普通って何なんだろうみんなと同じことをやってることが普通みんなが正しいと信じていること、それが普通何なんでしょうね常識がないって言うけど、常識っていうのはあなたが勝手に信じているその真実なんじゃないあなたが信じていることと僕が信じていることは違うかもしれへん。あなたの信じていることを僕に押し付けないでって、そういうふうに思うことってありませんか ね。俺の中ではこれが常識で、あなたの中ではこれが常識やね。一人一人って常識って違いますよね。ルールって違いますよね。もちろん法律っていうのはある。ね。法律っていうのを守られた中で、僕たちは社会で同じ環境で暮らしている。それは、あの、あら、まあ、多くの人が認識してることでしょでも、常識とか、普通やなとか、変わってるな、変わっていないなっていうのは、その人の主観でしょ主観でしょその人の主観であって、その人が勝手に 勝手に考えた、勝手にジャッジした、正常。勝手に、勝手にジャッジした、異常。勝手にジャッジして、痛いやつやな、常識外れやな、普通じゃないなってジャッジしているだけで、そもそもね、普通って何なん,なん常識って何なん,なん何が正常で、何が異常なんだろうって、ちょっとね、混乱しちゃったんですよ。ちょっと混乱しちゃったんで、皆さんどうですかちょっともしアイディアあれば教えてください。何が普通なんですか何が常識なんですか何が変わっていて、何が変わっていないんですか ちょっっと分からなくなくたたんで今回この動画を撮りましたじっくりねあなたと考えたいなと思って何が正常なのか何が異常なのか分からなくなったからちょっと辞書で調べてみました正常とは何かこのように書かれていました正常とは特に変わったところや悪いところがなく正しいとか考えられている状態普通であることとされています ね。まあ、何やろこの辞書によると、多くの人が信じている正常とか普通っていうのは、自分と考えが同じことをやっている。自分と考えが同じことを言っている。とか、多くの人が信じている正しいと思うということをやっている。多くの人が間違っていると思っていることはやっていない。それが正常。それが 普通。そのように考えている人が多いのかなと。異常とは何か。これもね、辞書で調べてみました。異常とは、正常でないこと、通常でないこと、普通でないこと、そのように辞書に書いていました。 ということはね、自分と考えが違う、アイデアが違う、行動が違う、あいつは異常だ。であったりとか、僕が不快なことをやっている。だからあいつは変わっている。異常者ですとか、ルールとか法律を破っている。だからあいつは普通じゃない。とか、誰からも認められていない、価値のない無駄なことをやっている。だから異常なんだ。というふうに、正常と異常を 分けているのではないかなということがね、なんかちょっと分かってきたんですよね。だから僕の動画見てなんかコメントした人、お前は異常者やって言ってきた人は、なんか僕とその人の考えが違うかったり、僕の発信を見て不快な気持ち、嫌な気持ちになったりとか、多くの人が信じていることとは全然違うことを僕が言ってしまっていた。だから俺を見て、お前は異常者や。 言うたんじゃないかなと分析しましたどうでしょうねということで今世の中が考えている正常と異常とは何かということについて話してきましたがその境界線って一体何なんだろうということですよねこの境界線この境界線何なんでしょうこの境界線なんかね一言で言うと多くの人が信じている境界線ですよなんか一言で言うと人に迷惑をかけていない 人に迷惑をかけている。だから、人に迷惑をかけているかどうかが、正常と異常の境界線。それが、この日本という社会には強くあるような気がしています。どうでしょう子供の時に言われませんでした人に迷惑をかけたらダメだよ、と。 人は嫌がることはしたらダメだよと。もちろんね、人が嫌がることはしてはいいってわけではないんですけど、そのように暗示のように呪いのように言われてませんでした。だからそれがね、なんか潜在意識の奥の奥の奥の,奥の方にこうすり込まれているような感じなんですよね。この多くの日本人は。 僕も、僕もそうやったんですよ。人の迷惑にかけ、人の迷惑になるようなことはしてはいけないんだって。だから、周りの輪を乱したらい,かないけない。人と違うことをやってはいけない。人に価値あることをしないといけない。嫌がることはしてはいけないんだって。そのように自動的にね、なんかプログラムされている。なんかね、そういうような気がするんですよね。そして、この人に迷惑をかけたらあかんっていう、その、そのね、言葉が、なんかね、その言葉があるから、人と違うことはやってはダメだと。 人とや、違うことをやってる人を批判したり排除しようとしたりする。自分らしく生きようとしている。人と違うくて自分らしく生きようとしている人を引きずり下ろそうとしちゃったりとかね。なんかね、だからみんなのことを合わせて空気を読んで周りに合わせて行動しないといけないとか、そうすることが正しくて美しくて正義なんだって、そのように信じている人が多いような気がしてます。で、そういう人が多くなると。 和を乱してはいけない。人の迷惑をかけたらいけない。人と同じことをしてはいけない。人と違ったことはしてはダメなんだ。そういうふうに考える人が多ければ多いほど、同調圧力が生まれてくるんですよね。無言の圧力ですよね。自由に生きたらあかん。我慢しないといけない。自分を犠牲にしてでも、その社会秩序を守らないといけない。社会の迷惑をかけてはいけない。だから、 自分がややりたいいいことをやってはいけないんだそうすると社会の落語者としてレッテルを貼られてこの世界では生きていけないんだってそういうように無言の圧力がねこう降ってきてるようなそういうイメージありませんかねなんやろ自分とは違うだから異常なんだ自分が知らないことをやってるだからあいつのことは嫌いなんだみたいな自分が 自分が知らない世界をやってたり、人と違うことをやってること異常者やっていうレッテルをバシンって貼ってしまうんですよねで。そういうのをね、めちゃくちゃ感じます。だから自分とは違うことをやってるから、あいつらは変わり者で普通ではなくて異常な奴だなんだ。自分が聞いたことがないことをやっている。だからあいつは変わっている。変な奴だ。だからあいつはどっか行った方がいいんだっていうように排除してしまう。 もちろんね、周りの空気を読むことは大事なんです。周りのことを大切にして、尊重して、周りが困っていることを助けるということ。それはものすごく大事なんです。そこからビジネスが生まれてくる。困っていることを助けることで感謝されてお金がいただける。そうやって暮らしていけますよね。そしてそういうふうに、えっと、困っていることを助ける。そして助け合う環境の中で絆は育まれていくし、いい関係が、えっと、いいコミュニティができていく。それはね、大事なことだと思うんです。この社会で生きていく上では。 でもね、そうやって空気を読む人が多くなると、なんやろ、ま、周りの輪を乱すのはダメなんだって、そういう圧力が強く強く強くなると、強力な同調圧力を読んでしまって、少しでも輪を乱す人を引きずり下ろそうとしたりとか、あいつは間違ってる異常者だっていうふうに排除しようとする。まあだからコロナ感染拡大の初期がそうだったじゃないですか。マスクしてない人を罰したりとかね。なんやろ、あの、マスク警察とか自粛警察とか言われたじゃないですか。あれや まさにそう自分が正しいと信じていることと全然違うことをやっている人を排除しようとしているんですよ。だからこれあの、ある本に書いてたんですけど、戦争っていうのはルールを破る人が起こしてるんじゃない。 ルールを守る人が起こしてるんだとルールを正しいと信じている人その人が間違っている人を排除しようとするそこから戦争は起きるんだそういう風に言ってる人もいるんですよねで、そうやって自分の考えていること自分の正義ではないことをやってる人もとを排除しようとしたり引きずり下ろそうとしたり悪い奴だとレッテルをはい貼ってしまってのけものにしてしまうそういう空気はねますます自分らしく生きられない息苦しくさせてると思うんですよねそういうことがあると それから自分のやりたい気持ちを我慢したり、やりたいことを犠牲にしてまで周りに合わせないといけないとか、言いたいことを言ったらダメなんだって言って、本当の問題をマスクしてしまったりする。そして結局誰のためにもならない。誰にとってのプレゼントにもなってない。そういうようなことがよくあると思うんですよ。だから僕は、新しく正しいと間違ってる。間違えた。えっと、正常と異常の境界線を新しく引き直すことが大事だと思うんですよ。 人に迷惑をかけてるかどうかとか、みんなと同じことをやってるかどうかっていうふうに境界線を引いて区別するんじゃない。でむしろ、いや境界線なんているんかなあいつは正常、あいつは異常だ、あいつは優れてる、あいつは劣ってるっていうふうにジャッジする、その思考自体いるんかなって思うんですよね。どうなんでしょう はい。だから、人それぞれ得意なものと不得意なものってあるじゃないですか。僕はバスケットボールが得意やけども、えっと、なんやろ、えっと、バレリーナみたいなダンスをするのは苦手であるとかね。えっと、字を書くのは嫌いやけれども、絵を書くのは好きだとかね。カレーライスは好きだけれども、えっと、うどんは嫌いとかね。人それぞれ好き嫌いとか、得意不得意っていうのがバラバラであるわけじゃないですか。それに対して、お前は間違ってる、お前は合ってるっていう、一つの、なんやろ、一つの基準でジャッジすること自体が正解なのかどうかって。どう なんですかねあいつは正常だ、あいつは異常だっていうことそのものがおかしいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ、よお金を稼ぐことを大事にする、それも正解やし、人と繋がることを大事にする、それも正解じゃないですか。人それぞれ幸せというゴールはバラバラ。 なわけであるからバラバラなわけであるからそのゴールに対して進む道のりもバラバラじゃないですか,だかそれぞれ違っていてどっちが正常でどっちが異常とかどっちが優れていてどっちが劣っているとかそういうのはなくてみんながね 好きず、好き好き、それぞれの幸せに向かって、それぞれのペースで進んでいく。なんかね、そういう方が楽にね、楽に、本当に、なんやろう、自分らしく生きられるんじゃないかな、っていう風な気はしてるんですよね。一人一人ゴールも違っていて、それが別に自分のペースでいいんですよ。早く進む人がおってもいいし、ゆっくり進む人がおってもいい。どの道も素晴らしいし、それに点数はつけられないんですよね。こっちでもいいし、あっちでもいい。こっちでもいいし、上でもいいんですよ。で、どんな速さでもいいんですよ。 速い人が素晴らしいとかこっちの道が素晴らしいとかそういうことではないと思うんですよね。人生のレールはたっ た一つで、そのレールから少しでもはみ出したら、社会の落語者であり、異常者で、負け犬なんだっていう風に、そういう風にジャッジする、そういうように考える、その思考自体がもう時代遅れであって、そういうように考えるからこそ、自分自身の首を締めてしまってるんですよね。自分もそうあらないといけないっていうふうに、それを言ってしまうから、そう考えるから、自分で自分の首を締めてしまってるんですよね。もっと楽に、そんなレールはないんで、これをレールを歩いたら幸せになるってレールはないんですよ。 人それぞれレールは違う幸せのゴールは違うそのレールを自分で引いて自分のペースで進んでいくそれが幸せなんじゃないかなそれが生きるということなんじゃないかなって僕は思ってるんですよ。もちろん法律やルールっていうのは存在します。それを尊重することは 同じ場所で、同じコミュニティ、同じ国、同じ社会で過ごす上ではそれは大事なこと、大切なことです。だから、ルールを破った人、法律を破った人は、に対して罰するというのは大賛成です。大賛成。だから、それに対しても、その行動自体はブブだったかもしれない。なぜなら、みんなが安心で安全に過ごすためのルールを破ったから。その面では、行動面では罰されること、罰することが必要だと思うんですけど、その人の人間そのものに対して、 異常だとかかあいいいつはおかしい狂ってるっててるう,うに人間そのものを点数をつけるのは違うかなと思ってるんですよ。行動はブブーだったかもしれないけど、人間そのものの価値に対して異常者やってつけること自体が僕は違うんかなと思っていて、人 人間そのものもに異常常とか正常はない確かに行動に対してはそれは良くない行動と悪い行動があるかもしれないその良くない悪いっていう判断は判断はあくまでもそこの社会で一緒に過ごすという上でのルールとか法律を守,守ってるかどうかっていう観点での良い 悪いっていう、その、その観点だけでの良い悪いだけですよね。で、あるんかもしれない。で、もちろんルールは守ること、守ってほしいと思う。ね。僕も大切な人を傷つけられたり、僕の大事なものを汚されたりすると嫌な気持ちになるので、それでは自分の安心とか安全を守るためには、社会のルールっていうのは必要やと思っている。だけれども、その社会のルールを破った人をお前は異常者だって罰する、その風潮はあんまり良くないと思っていて、その行動に対して責任を取ってもらう。それはもちろん大事です。でもその 人間に対して罰をするっていうことが違うんじゃないかなと思います。なぜなら、その犯罪を犯した人も、犯罪を犯さなければならない仕組みであったり事情っていうのがもしかしたらあったかもしれない。もちろん犯罪者を肯定するつもりはございません。でも、その犯罪者を罰したところで、その仕組みであったり環境が変わらなかったら、その環境の中でまた犯罪を犯すものがどんどん生まれてくるでしょだからその、は 人に対して罰するんじゃなくて、その環境自体とか仕組み自体を変えていかないと、あの法律を破る人っていうのは減らないと思うんですよ。はい。ということで、取り留めもない話もしました。今日はね、異常と正常のこの境界線って一体何なんだろうっていう話でしたよね。まあ多くの人が、まあ僕自身が信じていたことは、その境界線っていうのは人に迷惑をかけてるかどうかであったりとか、みんなと同じことをやっているか、やっていないか。 正常か異常かっていうふうに分けてるっていう人が多かったんじゃないかなと、多いんじゃないか。僕自身がそうだったからね。僕自身はそう。皆さん違うかもしれんけど、僕自身はそうでした。だからそういうように境界線を引くんじゃなくて、みんなそれぞれ えっと、特技も、えー、苦手なこともバラバラであるし、その道っていうのはそれぞれいろんな道があってもいいと思うので、どの道が素晴らしい、どのスピードが素晴らしいとかそういうんではないと。それに対してジャッジするべきではないんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。お前は正常でお前は異常やって、お前はすごいな、お前はすごくないなっていう、そういう人の生き方とか価値観であったり、生きる人生の道とか人生に対して、えっ、ー、と、ジャッジするとか、か間違ってる正解とか、 何やろ正解不正解っていうふうにジャッジするその姿勢自体が違うんじゃないかなともちろん一緒のコミュニティで過ごす上ではルールや法律これは存在してほしいと思うしそれを尊重することは大切なことだとは思っていますただねその法律やルールっていうのはこれはまあもう明言化されてるじゃないですかでもそういうふうにちゃんと決まっているルールじゃない暗黙の 空気でああっったり暗黙のルールーてあるじゃないですかえなんかここでやったらあの人の気持ちを害してしまうんじゃないかえ。ここでこんなこと言ったら空気読んでないと思われるんじゃないかってその暗黙のルールあるじゃないですか。そういうのにまで縛られる必要はないんじゃないかなと思うんですよね。もちろん相手の気持ちを尊重する、相手の考えを尊重することは大事だけど、その無言の圧力とか、無言の空気とか、そんな空気っていうのはもしかしたら妄想かもしれへんのに、勝手に自分でそれを膨らませて膨らまして言いたい。 ことを言わない我慢する自分を犠牲にしてまでその空気を尊重するっていうその姿勢自体がそういうことをやっていくとますます何やろう自分の気持ちがわからなくなるだって自分の本音くんが自分の体から出ていってしまって自分の人生を運転そろそろする車にどっかの誰かがそのハンドルを握って運転してるまさにそういう状態じゃないですか,か自分というものがその本体から追い出されてる状態なんか空気であったり常識であったり親であったり上司がそのハンドルを握って上司がこっちだ っていいう道を進んでる状態だから自分らしい道には進んでい,いけないんですよね。ブブーなんですよね、ブブ、はい。なので、やっぱりその空気を読むことは大事なんですけど空気を読んだ上でその上でどう行動するのかっていうのは自分でちゃんと選ぶことが必要だと思うんですね。自分の意思で選ぶ。自分で考えて自分で決める、はい。ちゃんと向き合った上でその空気っていうのを感じた上で自分で 選ぶとということそういう選択をすることがやっぱ自分らしく生きるためには大事なのかなっていうふうに僕はなんか思ってしまっていますね今。ということでこのチャンネルでは周りの空気をしっかり読んで相手を大切にしながら自分も大切にするそして自分らしく生きるそのための考え方や行動習慣を紹介しています。 もしあなたが仲間とを大切にしながら自分らしく生きていきたいそのように願っているならチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいです、えー、あと、えー、少しでもいいねとか、えー、参考になったと思う方は、えー、高評価ボタンを押してくれたら励みになるのでよろしくお願いしますジエンドそれではワンダフルな一日をお過ごしください See you